はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 SNS とインフルエンサーの学校理事長を務めております、健太店長と申します。はい、限り悪いな。はい、健太店長と申します。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。SNS とインフルエンサーの学校というオンラインコミュニティがですね、動画の概要欄一番上に URL 載っておりますので、ぜひぜひチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あとですね、私が運営しております、ホームページの数々、引退する前の YouTube 動画の数々、はい、こちらもですね、動画の概要欄にすべて集約されておりますので、お時間ある方はチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、で今日はですね、ちょっと また物議を醸しそうな話をします。はい。何度もね、前から動画見てくださってる人は、もう耳にタコ、ミニにタコね、ができてしまうくらい聞かされてると思うんですけども、もう引退してるんで、YouTube 自体。はい。再生数全然いかないし、何言っても許されるだろうっていうね。昔はちょっと炎上したりして対応がめんどくさかったんですけども、今はもう何言ってもね、コメント自体が少ないんで、いいかなってことで、最近言いたいことを、はい、言っておりますね。好感度とかもうどうでもいいんでね。で今日はですね、ちょっと動物愛護について僕ちょっとお話をしたいんですけども、持論をね、展開するだけなんで、大した内容があるわけじゃないんですけど、ちょっとタイトルどうなってるかわからないんですけど、僕ね、最近の、日本のね、雰囲気というか、日本っていうか世界なのかな、ちょっとわからないんですけど、なんかちょっと行き過ぎた動物愛護みたいな、感じありませんか？なんか動物愛護、動物愛護というか、僕、あれ気持ち悪いと思うんですよね、なんかね。はい。これ言うとね、会社とかで言うとめちゃくちゃ白い目で見られるんで、あんまり本当は言いたくないんですけども、もう YouTube はね、引退してるんでしつこいようだけど、何言ってもいいかなってことでちょっと本音を言いたいなと。行き過ぎた動物愛護ってキモいよね。はい。わかんないですよ、本当に。リスナーさんの中でもね、動物はもうダメ、絶対もう、本当にもう動物はもうね、もう死ぬほど守られるべきだ、ね、愛護するべきだっていう人もいるかもしれないんで、ちょっと顰蹙買ってしまうかもしれないんだけども、僕ね、個人的にちょっと行き過ぎてる動物愛護は、もう気持ち悪いなって思ってて、いいと思うんですよ。僕動物むしろ好きな方なんで、昔結構ね、猫ちゃん飼ってた時期もありますし、爬虫類とかも好きで飼ってた時期もありますし、動物は好きですよ。動物園よく行くし。なんで別にその動物愛護の精神自体は、いいなと思うし、守られてね、叱るべきだとは思うんですけども、ちょっと行き過ぎた一部の人たちが、気持ち悪いなと思ってて、で、なんか、最近の日本って、その行き過ぎた、ちょっと過剰な連中の、そういう人たちの声にも、耳を傾け、なければいけない社会というか、なんかもう、こいつちょっとおかしいだろっていうやつにも、なんか結構、意見を聞いちゃうっていうか、尊重しちゃう世の中になっちゃってるじゃないですか。だからなんか最近ちょっとおかしいな世の中になってると思うんですけども、例えばね、僕は昔ね、昭和生まれなんで、ちょっとあれなのかもしれないんだけども、なんかその、例えばですよ、川崎に住んでるんで、野良猫がやっぱ多いわけですよ。最近減りましたけども、それでも野良猫ちゃんいますよ。例えば、仮に僕が野良猫に足を引っかかれたり噛まれたりしたとするじゃないですか。仮にね、これバカ猫っつって、蹴り食らわしたとするじゃないですか。引っかかれたり噛まれたりした時に。多分でも今の世の中ってこれでもアウトなんですよね。はい。で、誰かがそれを動画撮ってて、僕多分ツイッター、ごめんなさい、X、旧ツイッター、はい。あたりにさらされて、多分、炎上しますよね。で、僕多分逮捕されますよね。僕のその多分、一連のそのストーリーは無視されて、足を引っかかれたとか、噛みつかれたから、バカ猫っつって蹴り食らわせましたっていう、こういうなんかストーリーは多分無視されるんですよ。多分猫蹴っぽったっていう事実だけが、独り歩きして、
で、あいつはもう最悪だ、ひどい人間だ。で、自宅特定されて、ね、職場特定されて、もう僕あれですよね、吊るし上げにあって、下手したら実名公開とかまで言って、猫の顔面に蹴り食らわしただけで、はあ、なるっすよね、多分。なんか変じゃないですか僕がおかしいんですかね。うん。なんか、噛みつかれたりしても、多分、蹴り食らわしたらアウトなんですよ、今の世の中って。おそらくだけど。はい、あ。で、これほんと川崎事情なのかもしれないですけど、川崎って、鳩がめちゃくちゃ多いんですよ、鳩が。まあ、鳩に餌あげるボケどもがいるんで、まあ、増えるんですよね。で、なんか公園とかに、なんかその、まあ、息子とかね、妻と公園で遊んでると、鳩がむっちゃ寄ってくるんですよ。餌くれると思って、で、川崎の鳩って避けないんですよ。もうみんなっていうのかな、餌くれる人たちが、いっぱいいるから、ああ、人間は餌くれるもんだと思って、寄ってくるし、あっち行けってやっても、パタパタってちょっと避けたと思ったらまた来るんですよ。で、腹立つ、本当にずうずうしい鳩になってくると、おにぎり食ってんじゃないですか、空中に持ってても、バタバタっつって食いに来るんですよ。ね、結構僕、鳥嫌いなんで、まあ、鳥好きな人いたら本当申し訳ないですね。鳥嫌いなんですよ。昔から僕、鳥になんかいろいろ嫌がらせされてるんで、鳥にね、空中から急に家出て、さあ出かけようっつって、出かけようと思ったら鳥にゲロ食らわされたとかね。フンじゃなくてゲロなんですよ。多分鳥のゲボ食らったことあって、で、フンとかもバンバン食らってるし、なんか結構鳥にね、今なんかなんか、あと、すっげえ昔の小学生の時に、潮干狩りかなんか行った時に、遠足かな？うん。潮干狩りして、さあお昼の休憩にしましょうみたいな感じで、みんなの荷物があるとこに戻ってきたら、先生みたいな、鳩が荷物に群がってるっつって、うわーっつって言ったら、まあ、僕の荷物が鳥にひっくり返されて、お菓子とかお弁当とかめっちゃ食われて荒らされてて、いやーもう涙を飲みましたよね。はあ、まあ、こんな感じで僕鳥に結構ね、嫌がらせ食らってるんで、まあ、鳥嫌いなんですよ、基本的に。うん。まあ好きな人もいると思うんでね。まあ普通にペットとして飼ってる鳥とか見てる分には好きですよ。動物園でフラミンゴ見たりとかも好きだし、はい、あ。ペットショップに行けばオウムの一つでも眺めてね、言葉を教えたりとか、インコかわかんないけど、まあやったりするんですよ。だけど基本的にずうずうしい鳥、まあ、動物全般ね、ずうずうしいやつはやっぱ嫌いなんですよ。人間も動物もずうずうしいのは嫌いで。で、川崎の鳩ってね、マジでずうずうしいんですよ。川崎区の鳩ね。はい、あ。何度も言うけど、餌やるよりボケどもがおるからね。はい、あ。あれ、糞の被害とかもほんとひどいんだからね、マジで。もう、うちんちの近くで鳩に餌あげてるやついたら、もうそいつのね、まあまあさ、それはいいんだけど、とにかく鳩は嫌いなんですよ。で、結構、その公園とか、まあ、どっかで、鳩が寄ってくると、僕、まあ、なんなら蹴り狂わせに行くっすよ。まあ、当てないにしても、本当に足元まで来て、足ついばんでいくボケもいるんで、ボーンっつって、ほらっつって、クソ鳩がってやるんすよ。これ、わかんないっすよ。人によっては、うわ、最悪の人って思うんでしょうね。だけど、だって、食ってるおにぎりとかつつかれるわけですよ。鳥ってだってバイキンとかいっぱい持ってますから汚いですよね、やっぱり。はあ、で、こっちやっぱ息子とか妻といるんで、まあ息子にね、なんか変なバイキンとか入ったら嫌だし、で鳥が羽ばたいて毛みたいなんか弁当とかに食らったって嫌じゃないですか。だから、わーって追っ払うんですよ。この野郎って。てめえ次来たら殺すぞっつって、まあ通じないんだけども、威嚇するわけですよ。うん。俺らお前らとお前違うぞって、いつもお前餌くれてるお前老人とかとは違うんだぞっていう、やっぱりアピールしないと動物はね、舐めてきますから、あこのつって追っ払うわけですよ。そうするとね、すごい白い目で見られるんですよね、他の公園で遊んでる、まあ父兄の方々とかから。何あの人、動物愛護の精神ないわみたいな、はあ、もう生類憐れみの霊あれやわみたいな、はあ、そう。気持ち悪くないっていう。ああ、もう本当に僕の好き嫌いっていうか、もう偏見なんですけど、偏見じゃないと思うんですよね。もう、なんかそういう、こっちが、その、動物から嫌な思いされてっていうか、してとしても、なんかその、追っ払ったり、動物に暴言吐いたり、それこそ蹴り狂わしたりすると、なんかね、白い目で見られるし、
まあ、場合によっては鳥だからまだいいけど、これだから猫とか犬だったら、下手したらこれ、書類送検ですよ、僕。なんか、動物虐待みたいになって。これなんかね、おかしいと思うんですよね、こういう社会って。うん。何、わけもなく動物に蹴り食らわしたらいかんと思うんですよ、僕は。はあ、だけど、例えば息子が引っかかれた、自分の足噛みつかれた、昔なんてよくね、子供が噛みつかれたとかありましたから、犬に。うちの子絶対噛まないのよとか言って、ガブーとか言って。僕の友達もね、何回か噛まれたりしてましたし。昔は結構野良犬がいた時代だったんで、ありましたよ。噛まれたとか。うん、そんな昔なんか噛まれた犬なんてバットで引っ張られたもんじゃないですか。ねえ。だけど今それやったら、多分噛みつかれた僕らよりか、バットで、頭はね、やっちゃった方のが多分悪くなっちゃうんですよ。社会的に。なんか変だと思うんですよね。うん、結局、飼い主がね、噛みつくところまでもう持ってかしちゃった段階で僕はアウトと思うんですよ。うん、やっぱりね、何でも言うけど僕はその人間ですから僕らは人間ベースで物事を考えるべきだと思うんですよね。うん、もちろん広いね、まあ、広くね、いろんなところに気を配れる生物ですから人間っていうのはね。動物愛護してもいいし、植物とかね、愛護してもいいと思うし、いいと思うんですよ。だけど、やっぱり基本は人間ベースで考えるべきなんじゃないかなって思うんですよね。まあなんかちょっと行き過ぎた動物愛護してる人たち、僕ちょっと、なんか頭いかれてんちゃうかなって思っちゃうんだよね。はい、あ。すごい白い目で見られるからね。はあ、そう。どうですかね、これ皆さん。どう思いますかっていうちょっと動画です。はい。行き過ぎてる一部の人たちですよ。うん。ね、さすがに噛まれた時ぐらいね、蹴りかましたっていいんじゃないのって、うん、思いますよ。うん、はい。ただ、好感度下げるだけの動画でした。ケンタ電車でした。さよなら。